お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと鼻水を噛みたいのですが、髪の毛パサパサ。お疲れ様でございます皆さん。やっほー。よし本日もご飯を食べていきたいと思います。体調の方はね、多分もう熱とかは完璧にないんだけど、なんだか本調子には戻らなくてですね、今のところなんかちょっとねお腹痛いね。お腹痛くて、でなんかでもまあ全然元気なんだけど、そして鼻水がね一生止まらない。もう一生鼻かんでる日な、この毎日今日はこれを食べたいと思います。この間はビビン麺なんだったんですけど、今日は冷麺ビビン麺は食べたことあるんだけど、冷麺初なので楽しみそうなんだ。冷麺はすごい。冷麺はちょっとやり方が違う。すごい。うわキムチあったんだから、キムチ持ってこえばよかった。キムチ持ってこようかなキムチ食べたい。キムチ持ってこようかな。他の豆腐麺はそうめんとかビビン麺はここに入ってる汁捨てるんですよ。でも今日はここに入ってる汁が豆乳になっててやばい、こぼれる。豆乳になってて、その汁も使って冷麺作るみたい。すごい、マジ牛乳みたい。ちょっと見てほしい。マジで牛乳なんだけど。わ、めっちゃ豆乳の匂いする。めっちゃ豆乳
店で美味しいのかな、この麺を入れる、この麺ね、入れます、じゃーん、おー、ほんでこのスープを入れます。え、これ本当に冷麺みたいになるんかな、豆乳冷麺みたいな感じなんかな、ちょっと謎ですが、スープもついてたんだ、そりゃね、そりゃ海で食べれませんから、スープもついてますよ、それはそう。あ、でもちゃんとしてるかもしれない、え、ひな、これ作り方間違えてないよね。ちょっと一回食べてみる、ちょっと一回食べてみます、いただきます。うん、あ、普通にちゃんと冷麺。え、キムチ、じゃーん、これは絶対入れた方がうまいわ、確実に。見て見て、冷麺いただきます、豆腐冷麺、フーフーしちゃいそうになるよね。うん、うまっ、天才かも、大正解。そして本日も、じゃあもうひなの最近の毎日の食事に欠かせなくなっているささみ、もうささみ女になっちゃいそう、うん、うまい、そして今日も、あ、えのき、いただきます、うまっ、ちょっと今日ごま油入れすぎたかも、なんか
味がちょっと違う。うん、なんかひなきょうなんか入れるもの間違えた？なんか濃い。ちょっと入れすぎたかも。なんか醤油入れすぎたんかな。濃い。薄めたい。めっか。どんな味になってる？なんか味はいつもと同じなんだけど、なんか今日すごい後味に苦味みたいなある。マジで何なんだ、多分全体的に今日多く入れすぎたのかな。それともえのきが腐ってるか。帰った。今日塩入れたんだ。なんかなんかちょっとなんかちょっと塩入れてみようかなと思って適当に塩を振りかけたの。絶対それだ。バカタレやん普通に。バカタレやん。だからだ、いつもと違う理由。そう、適当です。なんか適当になんか塩かけてみたくてかけてみた。それのせいだわ、絶対にそれのせい。まあですよね。ですよね。卵。計量スプーンとか使わない。さすがにこれごときに使わないでしょ。わざわざ。お菓子作りとかはさ使うけど。しかもこのえのきのやつ何遍も作ってるし。えのきにごま油と醤油に塩してたの。それは味濃くなる。それはそう。醤油とごま油とコチュジャンと塩。バカやねん。なんか
ちょっと入れてみたくなった。なんだかなんだかね。だからだ、だから変な味がするんだ。やっちゃったねー、やっちゃったねー。絶対白いらんやつ。うん、さつまいも味付けして、味ついてるよ、どう見ても。どう見てもついてるよ。こんばんは。自分は味が濃くなったら生卵でごまかせ、うん、生卵入れたらごまかされるかな、うん、いつもはさ、このいつもはこのなんだっけ、えのき作るとさ、もう美味しすぎて進むのにさ、今日はもう進まない。もう塩入れたせいで美味しくなくなってしまった。バカだよね。ごちそうさまでした。すごい、これわ、キムチ味の豆乳。キムチ冷麺、キムチ酢味の豆乳。ちょっともう一回挑戦してみるか。匂いはいい匂いなんだけどね、ちょっと口に入れたら濃いんだよね。なんか うまいよ、あの奥底までの匂いを嗅がなければ。いつもの味なの。でもいつもの味の奥に、いつもの味の奥に苦味があって、それは絶対にこの塩、塩の味。うん、あの奥底の深い深いところまで味わわなければ、普通にいつも通りの味。そう。
水で洗い流す、確かにえのき水で洗い流して、確かにもう一回やり直せる、確かに。でもやろうと思えばできるよねこんにちは。キムチめっちゃいい音。ASMR。卵うまい卵は私の味方。卵は裏切らない卵は塩コショウで味付けします。キムチ使ってビビンバ簡単に。ビビンバ食べたいな。卵もあるしねごちそうさまでした。ふう、お腹いっぱい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 。うえまついのも鼻ヒリヒリして、もう鼻ヒリヒリしてる。でもマジでしてない方だから本当にすごい、本当にすごいって思う。もうこの皆さんからいただいたこの優しいティッシュのおかげで、もう出先、出先っていうの、その家じゃないところでも、もう本当に鼻水やばくて、もう電車の中とか電車待ってる時とかずっと鼻かんでんだけど、その時もみんながくださったその優しいティッシュ使ってるから、どこに行っても家じゃなくてもそれ使ってるから、本当に鼻がまだ、まあちょっとちょっとなんか、まあなんかなんか荒れてんなとは思うけど、にしてもこんなに鼻をかんでこんなに鼻が綺麗なのはおかしいってぐらい、あの素晴らしいです
みんなありがとう。はい、もう普通のティッシュ使えない人になりました。話せる夢見るたびにヤヒのこと思い浮かぶ。嘘よ、そりゃよかった。配ってるティッシュとかもう使えない。え、そう、え、だからヒノってめっちゃきちんぼじゃないですか。だから配ってるティッシュがあったらマジで絶対もらう人だったの。でも最近もらわなくなった。でもなんかまあそれをもそのこぼしたりした時にさ、高級のティッシュ使うのはもったいないやん。まあだからそういう時のために持っといてもいいかなって思うんだけど、まあなんかまあせっかく持っとくならファンね、みんながたくさんくださったし、なんかいいの持ってたいなと思って、やっぱ人に貸したりする時もやっぱいいティッシュだったりした方がいいなと思って、なんか結局、うん。家で配信してないときはティッシュ鼻に詰めてたりする。寝るとき鼻に詰めてますね。もう耐えてくるからこうやってってだから寝るとき詰めてます。しや。いや、口呼吸ってあんまりしないね。しないやろ、口呼吸は。よくなくない？両鼻鼻詰まって本当にしょうがない時ぐらいしかしなくない。口呼吸は悪いですよ。口呼吸したら口の形もおかしくなっちゃう。大変ね、大変、今本当に大変、本当に大変。呼吸したら口がとんがるってヤヒから聞いてあんまりしなくなった。じゃなくてもしないでください、口呼吸は。よろしくない。よろしくない、とても。うえいうえい、はもうすぐゴールデンウィークねえ。本当にゴールデンウィークってやばない？普通に考えて冬終わったんだ。ええマジで？てか去年のゴールデンウィークのあのイベントから1年。ええマジで？本当に無理かも。
時の流れが早すぎてちょっと一回泣いてきていいって感じ一回泣いてきていい。どうしたもんか、こんなに太ってしまって1年前の今頃はもっと痩せてたのに。毎日日比谷ね、毎日日比谷だったよね、もう毎日日比谷行ってたよね、楽しかったな日比谷行ってましたね。ガチキモい それはですね、なんかひなの友達にメガネをかけると喋り方変えてくる人いるのねいつもその人糸ですねみたいなキャラになる人がいんの、メガネすると。その人が面白くていつも真似してる。でもでかいんだよね、もうちょっともう一回りちっちゃい子の伊達目が欲しいんだけどさ、なんかでかいよね普通に。でかくね普通に。普通にあのわかる、マジあられちゃん、ガチであられちゃんガチであられちゃんないよな、このメガネつけると。でもメガネすると中顔面短縮できるからいいんだよね。もうちょっとだけちっちゃいのないかな他もあります。メガネやしかわち、ありがとう。似合わないんだけどね、全く持って鼻が出そう。どうしてこんなにも鼻水が出るの？近くにあったからメガネかけただけ、かけただけ。全然何の意味もない どうしてこんなに鼻水が出てしまうの？どうして人間はこんなに不思議な生き物なの？ねえどうして？
ねえママどうして、ねえパパどうして、本当にどうして。ふう、息ができない、鼻が詰まって息ができない。脱水症になる。いやでも本当にもうひなの水分全部鼻から出てるマジで。ひなの体の水分が全部鼻水となって出ていっているぐらい、もう1分に1回鼻かんでる。こんばんは。耳は聞こえる、耳はうん良くなった。もう、ま、一番ピークだった時がやばかったから。鼻水の薬飲んでるよ今も。飲んだ。運びが出ないよね。あくびが出たよね。お腹が鳴った。今ご飯食べたばっかりだよね私、気のせい。なんかさ、そこにいるのに出てこない厄介な鼻水もいるよねたまに。そこにいるのに出てこない厄介な鼻水。お薬ちゃんと飲んでて偉い、ありがとう。やばい、21歳がお薬ちゃんと飲んでて偉いって言われてんのやばいよね普通に考えて。でもひなはお子ちゃまなんで、ありがとそれ。わかるな。居心地よくて出たくないのかも。あ、鼻水が。やめてくれ。出てってくれ、本当に。本当に出てってくれ。いい加減に。いい加減にしろよ。調子に乗るのも大概にしろよ。わかったか。わかったのか。わかったのかって聞いてんの。鼻水に鼻水に対して言ってます今。分かってんのかって言ってんの。初めて見たけどめちゃくちゃ可愛い。嬉しい、ありがとうございます。モロハシひなたです。モロハシひなたです。
ひ覚えてください。嬉しい。絶賛風邪ひき中です。それで今鼻水に怒ってました。しんどいって聞いとこがご飯作ってくれたりした。なんでやねん。てかまず風邪なこと言ってないし。風邪ひいたことすら言ってないしね。言ってないしね。そんななんかカップルみたいなことしないて。カップルみたいなことしないてわざわざ。いとこまでキッチンで、あ、もうお姉ちゃんいなくなったので、もう自分の部屋ができました。いとこにも、はい、いとこにも自分の部屋ができてよかった。もういつもお家帰ったらキッチンに人がいて邪魔だった。なんかね、姉の部屋そのままいとこに住んだよ。姉のお部屋、いとこの部屋になりました。姉様のお洋服クローゼットがなくなった。マジありがたい。本当に邪魔だったからね。本当に邪魔だったからね。でしかもこの間親が来て、もうひなの部屋が衣装部屋と化しました。もう私の部屋に空間がそろそろなくなりそうです。もうどんどん服が溜まっていく。しかもね、ひなの悪いところは断捨離ができない。その捨てらんない。だって絶対使うもんいつかっていう考えなのよ、ひなって。結構でも実際いつか使うんよ。だから使うんよ結局。そのみんなはそんなこと確かにないかもしれないけど、ひなは結構やっぱ自分の中で、いや、いつか使う、いや、それ使わんやろって思われるけど、結局ね、使うんよ。だから、ひなの場合。だから、ほら、言ったやろって感じ。ね、使ってるんだよね。わあ、この春とこの夏の服がない。どうしよう。何食べようじゃないわ。さすがに食いしん坊すぎね。何着よう。なんか最近は結構私の中で好きなのが、そのラフだけどおしゃれみたいな、わかる？そのラフって、まあ、ちょっとこう
おしゃれをしたい時にラフはちょっと違うやん。ジャージとかなんかそういうただのロンティーとかさ、またちょっと違うやん。おしゃれしたい時に。でもだからといってめっちゃキメキメでおしゃれしすぎもう違う時あるやん。その中間をね、最近はそのラフだけどおしゃれみたいな、そういう服が好きで。最近ひながハマってるのがあのパーカー生地というか、そのジャージ生地っていうのかな、のスカート、スポーティーなスカートに上もその短いパーカー、上も短いそのパーカー、そうスウェット生地のセットアップ、スウェット生地のセットアップでスカートとその帽子とかついてる、そのあの長いパーカーじゃなくてそのお腹ぐらいまでのパーカーのセットアップを買ったらめっちゃ可愛くて、黒とグレーを最近もう好きすぎてそれをもう交互に着てるレベル。それは嘘だけど、結構もう最近それにハマりすぎて、それをその黒とグレーをもう交互に着てんじゃないかレベルで着てる。そう、かわいい。なんかそういうそのラフだけどおしゃれなんだよね。それがすごくなんかかわいくて、そう、やばい、めっちゃお腹鳴る。そんな感じです。ちょっとこの夏の服もね、そろそろ探そうかなと思っている所存でございます。ということで、そろそろ終わりにしようかな。ランキング見たいと思います。13位神鍋さん、12位 JT さん、11位キムさん、10位ひろゆきさん、9位かねちゃんさん、8位ティンバレラさん、7位マシオさん、6位正代さん、5位埼玉のおじいちゃんさん、4位ジンさん、3位 ARK さん、2位ゆうたさん、第1位 K1 さん、ありがとうございます。ということで今日も一日お疲れ様でした。また明日配信します。明日は夜トークポートあるので、皆さん予約してくださった方は忘れずに待ってます。お疲れ様でした。また明日。バイバーイ。ありがとうね。今日も。おやすみ。バイバイ。